ある意味そのないところとあるところを知ってる分、新しいものが生まれてくるみたいなところに結構興味があって、どうこう伴走できるかサポートできるかみたいなとこは結構醍醐味だなと思ったので。スタートアップ同士 TV、 はい、皆さんこんにちは。スタートアップ投資 TV ガゼルキャピタルの石橋です。今回もですね、この番組はヘンゲさんにスポンサードいただきながらお送りをさせていただいております。ヘンゲさんいつもお世話になっております。今回ですね、スクラムベンチャーズプリンシパルの黒田さんに来ていただいておりまして、おそらく業界の方も見ていただいているケース多いと思うんですけれども、そんなにアクティブにここまではお名前知ってる人は多いけど、なかなかコンタクトがなかった人が多いっていうのはちょっと正しいニュアンスなのかなと思いますので、はい、僕自身も黒田さんとは2度目ましてでございますので、ちょっといろいろまずはですね、はい、黒田さんご自身のことをお伺いをしていければと思っているんですけれども、そもそもスクラムベンチャーズさんに入社されたのはいつぐらいなんですか？2019年の1月なので3年半ぐらい、ちょうどそのタイミングでスクラムベンチャーズが日本でも始めてるんですよね。なので日本オフィスの2号社員で立ち上げもやってたっていう感じになります。日本オフィスっていう言葉から推察すると、やっぱりまあまあ北米というか、まあ、海外のもともと VC さんなのかなと思うんですけど、はい、黒田さんご自身ももともとキャリアでいうと海外からじゃ始まってらっしゃるんですか？そこは全然ドメドメで四国の徳島県っていうところも出身で、まあ、ある意味海の外なんですけど、18年そこに行って、その後大学は東京に来てもずっと東京で、前職も東京だったので、はいはいはい、海外経験ほとんどないです。最初は東京にいらっしゃった時はどういうお仕事されてらっしゃったんですか？もともと前職は PWC コンサルティングっていうところでコンサルをやってました。事業会社の方向けに経営戦略とか新規事業のところのお手伝いをさせていただいてました。うん、VC さんの業界近からず遠からずなのかなと思うんですけど、はい、なんかどういう流れで、もともと学生時代からその投資業とか VC 業とかコンサルもちょっと近からずだとは思うんですけど、はい、なんかそういうところの感触あったんですか？もともと学生時代の時は VC って名前は知らなくて、うん、でスタートアップも当時だとフリークアウトさんとか、はいはい、その辺のインターンに行ったりとかしてましたけど、なかなかそっちに就職しようとはならずに、もともと大学時代僕法学部で法律の勉強ずっとしてたんで、弁護士になろうと思ったんですけど、ちょっとやっぱ面白くないなってあるタイミングで気づき、ビジネスのこと知りたいなと思った時にやっぱコンサルっていい環境だなっていうのをインターンも経て思ったんで、そのまま新卒で PWC に入ったっていう感じですね。結構じゃあ長く PWC さんでお仕事されてました？ PWC はでも3年ぐらいですかね。結局その後がもういきなりもういきなりスクラムです。そうなんだ、はい、ドメドメで PWC さんに行かれて、そうですね、いきなり日本ブランチの2人目で VC 立ち上げるってなんか繋がってない感じはするんですけど、なんかそもそもなんで VC に行こうというか、はい、そういうキャリアを選択し始めるようになるんですか？はい、もともと原体験としては僕徳島県の出身、さっき申し上げたんですけど、うんうんうん、徳島県ってマジで何もないです見てる人が徳島県の人いたらちょっと怒られるかもしれないんですけど、何もないところから、まあ、ある意味東京っていう何でもあるところに出てきて、うんうん、10年前とかに東京出てきた時とかって結構新しいサービスとかものとかがいっぱい溢れてて結構感動したんですね、その時に。ある意味そのないところとあるところを知ってる分、新しいものが生まれてくるみたいなところに結構興味があって、その裏側にはビジネスがあって、それを作ってる人たちがいるわけじゃないですか。コンサルに入ってそういうものを作ってる人たちも目の当たりにしてたんですけど、今の時代って大企業は大企業でこう大きなビジネスがあって、それの安定運行っていうのをやりながら新しいものを作っていかないといけないので、なかなか大きくドラスティックに変わるってのは難しかったです。コンサルしてる中でそういうところはちょっと僕の中でも課題を持ってたところで、ここは結構非連続なんですけど、スクラムベンチャーズのパートナーやってたあの春田さんっていう方がいるんですけど、春田さんと共通の知り合いがいて、はい、でそのタイミングで VC っていう職業を知って、あ、これ面白そうだなって、なぜならこうスタートアップって新しいものをどんどん世の中に実装していって、それがもう日常目まぐるしく、もう石橋さんお分かりだと思いますけど、毎週状況が変わってみたいなところをどうこう伴走できるかサポートできるかみたいなところは結構醍醐味だなと思ったので、そこで面白さに気づいてキャリアチェンジしたっていう感じですね。共通の友人の知人の方がいらっしゃって、で、はい、出会って、まあ、もちろん支援するという文脈でいうとコンサル業と、はい、まあ、少し顧客層が変わったっていうところもにも捉えられるような気はするんですけど、全然違う仕事だし、全然違う業界じゃないですか。はい、しかも2番目に入ってきてるって、なんかこの3年半ぐらい結構苦労されてとかされてらっしゃるんじゃないですか？苦労しかしてないです最初とかってやっぱなかなか案件作れなかったりとか、どういう風に入り込んでいったんですか、業界というと。一番最初はスクラムも名もなきところからこう入ってきて、1人目社員も2人目社員も誰もこう知り合いがいないところから始まってるので、まあとにかく
かく知り合いを増やすところから始めますよね。最初はなのでパートナーの宮田とか春田の個人的なつてでいろんな人を紹介してもらったりとか、そこの案件の DD を手伝うみたいなことをやってたんですけど、うん、毎日のようにロミに出かけたりとか、へー、ギリギリコロナ前に入社できたのでそれは運が良かったなと思うんですけど、そういうことを繰り返しながら最初のうちはやってましたね。へー、海外 VC だからの難しさとかもあってたりしたんですか？はい、僕もどうしてもそこはなかなか想像できないというか。そうですね、なかなかやっぱり名前を聞いたことがないとか、うん、名前はなんかうっすら聞いたことあるけどあんまりアクティブに活動するの知らなかったみたいなところが今も多分一部そうなんですけど、うん、3年前はもっとそうだったので、うん、そこからどう信頼関係構築するかとか、こういう VC なんですよっていう説明するところから始めるみたいなのは結構、うん、大変でしたし、やり続けてやっとねこのスタートアップ投資 TV なんかにも呼んでいただけるようになりまして、大変ありがたいです。なるほどですね、はい、ファンドのお話は2本目でまたお話ししていくことにはなるので、まあ、ちょっと黒田さんの自己紹介というカテゴリーからいろいろ聞いていきたいんですけど、はい、ちなみにどこが1社目の黒田さん案件というかどういった会社さんだったんですか？そこの1号目の投資案件はスマートスキャンっていう会社で、ご存じないかもしれないんですけど、今 CM やってるんですよ実は。スマートノードックっていうリーズナブルな価格で、ノードックとか宣伝みたいになっちゃいますけどそういう会社に投資をしてて結構面白くって、まあその会社はもともと楽天の執行役員やられてた浜野さんっていう方が創業して、はい、 Facebook とかで時々シェアされてると思います。待たないでできるとか、すごく短くできるみたいなやつですよね。予約と決済と問診は全部携帯で終わって、昼休みとかにパッて行って服脱いでこう MRI だけやって帰るみたいな、結果も後から後日届くみたいな UI なんで結構いいですよ。ちなみに PWC にいらっしゃってウスグラムさん入られて、はい、なんで一番最初の案件がそういったスタートアップの方々だったんですか？はい、ご縁をいただいたっても当然あるんですけど、もともとその僕ヘルスケアとか、うん、あとは製薬会社とかっていうところのお客さんが結構コンサル時代も多かったので、割とその業界の知見とか思いみたいなのがあったところだったんですね。でやっぱり予防医療みたいなところをいかに大きくしていくか、リッチにしていくかって日本のこう社会課題を解決する上では一番重要な課題の一つだと思ってるので、まあ、それをドンピシャこうアプローチしに行ってるところが まず面白いなっていうところと、僕結構ビジネスオタクだったりするのでビジネスモデルがどううまく設計されてるかみたいなところに結構興味があるんですね。スマートスキャンって裏側を言ってしまうと、その MRI とか CT ってあれ1個めちゃめちゃ高いんですけど、世界で一番日本に多いんですよ。あ、そうなんだ。人口あたりで見ると2位のオーストラリアとかと比べても2倍ぐらい。あのオーストラリアも2位なんですね。2位なんですだから意外とオーストラリアが2位なんですよね。機械はいっぱい全国にあるんですけど、はい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 、予防医療の利用率って世界で比べても低いんですよ日本って。おかしな話なんですけど、スマートスキャンがやってるのって昔流行ったシェアリングモデルというか、ウーバーみたいな発想に近くて、有給資産化してるもののインターネットインターフェースで集客して稼働率上げて1回あたりの単価下げるみたいなことをやってるんですよ。面白い。これはめちゃめちゃよくできてるなと思って投資させていただきました、ね。なるほど、ね、それが2019年ですね。さっきのなんかビジネスオタクっていうキーワードもできましたけど、はい、割ともじゃあもうご前職時代からいろいろインプットも多くてっていう、はい、感じなんですか？でもそうですね、VC 初めて改めてって感じだったんですか？VC 入ってからも改めてですけど、うん、まあ、前職時代も結構いろんな業界のいろんな、まあ、組織もやれば経営戦略もやれば新規事業もやればマーケセールスもやればみたいな感じなんで、一通りは触った気はしますね。まあでも広く浅くですけどね、それは当然、はい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 、土日とかも割とずっと本読んだりとかいろいろ業界研究したりとか、それがもう趣味みたいな感じなんですか？本当に土日は遊んでます。あ、そうなんだ。飲み歩いたりしてますけど、本も結構読みますね。気になった本は Amazon ですぐ買って読んでますね。紙派なんで、あの、はい、結構持ち歩くの大変なんですけど、はい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 、間違いない。うちもなんかオフィスに置いてあるんですけど全然読み進んでない積んどく状態、限りなく。業界の人と飲みに行けそう。プライベートでも多いんですか？はい、最近は結構多いっすね。週 3,4 とかは飲んでるかもしれないですね。そうなんだ。ぜひご一緒させていただきたいと思いますので。ぜひぜひお願いしますこれ見ていただいている皆さんもですね、まあ、これから起業される方もいらっしゃるかと思いますし、場合によっては黒田さんのことなんとなく知ってたけどより理解をしていただいた方もいらっしゃるかと思いますので、まあ、そういった方はぜひ直接ご連絡いただいて飲みに誘っていただければいいのかなと思いますので改めて黒田さん今回ご出演いただきましてありがとうございます。ありがとうございました。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。よかったなと思っていただいたらグッドボタンですとかコメント欄にコメントもお待ちしておりますので、また次回もお会いできればと思っております。それでは皆さん、さようなら。